はい、こんばんは、山城と申します。まあ、おはようございますの時間です。いつものごとくなんですけど、今どこにおるかというとね、三重県四方浜の四方浜駅なんですけど、ちょっとねまたね直前でドタバタしておりまして、今ね朝の5時かちょうど朝の5時くらいかな、4時56分ってことなんですけどね、5時前か。いやー、今日はね何をやっていこうかというと、大阪に行こうという曲でございます。ってのもね、もうちょっとこれエレベーターとか結構ギリギリなんだ、朝の5時なんですけど、今日やった曲は、前回ね、あの大阪メトロのターミナル駅完全制覇の旅で大阪行ってきましたけど、その時にね、あの往復で安くっていうのでやってましたけど、一応ね、その中でね、いやいやいや、もっと安く行ける方法あるやろというね、ツッコミが入るだろうなというのをね見越して今こう言ってるわけでございます。これ4時56分ってやったの。うん。ってのはね、あの近鉄を使うわけですね。要は近鉄で大阪に行くんですけど、前も言いました通りね、普通に近鉄に行ったら高くつくよ。ね、普通に乗っただけでも2310円片道ですよね。大阪まで行くのに。かかるよ。これあの塩浜駅内ちょっと。近鉄四日市よりも安いですけどね。なんですけどね、これをね安くする方法があるぞと、皆さんご存知のとおり週末フリーパスっていうのがねあるわけです。土日、金土日もしくは土日月と使えるとかあるんですけど、あれを使うとね、4500円ぐらいで、ね、往復で使ってもね、そうすると2100円とかになってくるんでお得になってくるよと、ここの部分がねなんですけど、今ねちょうど期間限定で、あ、これじゃないや。こんな切符が売ってるんですよ。2日間全線フリー切符っていうのが売っとって、これ6月28日までの期間限定発売になってるんですけど、もしかしたら人気で、また復活するかもしれません。なんやかんやと人気みたいですんでね。で、これを使うと、なんと3000円で2日間乗り放題になると。ですので、行って帰ってくるだけでも片道1500円扱いになってくるわけですよね。そうするとこっちの方がね、あの2100円のね、往復割引のやつよりも、で、あれだと京都なんでね、プラスアルファかからん分、こっちの方がお得になるんじゃないかってことですかね。勝つだけはもうマジで、14日から、あれそうなんや。ああ。で、いうのがあるんで、これを使ってね、行こうやないかと。でね、これがね、なんでこんな朝早い時間から来とるかというと、もう乗らんといかんから来ますけど、ご覧の通りね、実は、こっちも早いです。5時10分早いな、5時10分なんよ。こっちやな、あっちやな、5時15分伊勢中川行き、これやな、伊勢中川行き、あ、おはようございます。そう、実は塩浜駅から始発に乗るとギリギリ朝の8時までに大阪に入ることができるということらしいんですよ。私も試したことない。近鉄四日市からの始発やと5時半のやつがあるんですけど、実は塩浜始発っていうのが設定されてるらしくて、それやとこの時間にもう来てるわ、乗って間に合うらしいんですね。いやけど、あかん、トイレ行きたい。エレベーターで取りに行こう。というかね、この乗り換えね、実はね、途中がね、かなり渋谷な上に、あれ、トイレのない車両なんで、よいしょ。ここでトイレを済ませておかないとまずいんですけどね、今ね、駐車場止めた方がいいんですけど、駐車場止めたら、前払いで現金オンリーのところだったんですけどね、パッと見てみたらね、5000冊しかなかったもんでね、なかったもん、駐車場代払えなくなってしまって、慌てて今ね、改札して、っていうような感じで、ドタバタしとったら、もう結構いい時間になっとったんでね、急いで来ました。あとでちょっと説明しよう、トイレで行こう。さあ、トイレを済ました。ってことでね、そう、実はこの5時10分に、まあ、優雅に座ってます。まあ、塩浜車両基地がある兼ね合いでしょうね。四日市から始発じゃなくて、ここの塩浜から始発の名古屋駅は、これは近鉄四日市に行くんですけど、
こっちの、石中川行きは小浜始発でこの時間からあって、これに乗ると四日市から近鉄使って大阪に7時台に入れるということで、これあの特急でも一番早いのが6時半の始発になっても2時間で8時半とかになるんで、8時20分ぐらいだったかなに着く予定なんで、実は一番早いですよね。そう、この5時11分、どっちかな、36分、多分これか、近鉄名古屋、四日市駅始発ねとか、この36分のやつなんで、私もこれで行って、そうするとね、乗り換えとかの兼ね合いで8時回ってくるんですけど、この20分大きくてね、この時間だと多分普通列車しか走らんからだと思いますけど、めちゃくちゃ早くといってもね、3時間ぐらいかかるんですよ。一応8時ジャストぐらいに着くのかな、大阪上本町に。乗り換えを何個かするみたいですけど、まあその度、そこはね、結構アクセスよくできてるみたいなんで、多分そんなに悠長に話してる時間なさそうなんで、ここで実際どんなもんなのかね、何せ分かりませんからね、ピンとも来ない、ですからこれ1500円で行けるってことなんで、だとしたらね、これもう最速でね、しかも早く着ける。前回のね、あのルート安いし、あの着席保証があるっていうのは良かったんですけど、いかんせんね、最速で行っても大阪に着くのが、難波に着くのが10時ぐらいになる計算でしたよね。ですのでね、これやったら7時、8時に入れるってことなので、相当大きいなということなんですけど、そのためにはね、何をしないといけないのか、朝の4時に起きて、塩浜に向かわないといけないというね、それはそれで酷なんですけど、まあ早起きしてやってきましたよ、頑張ってね。さあ、ということでね、実際これの使い勝手どうなのかね、っていうのもこれ道中着席保証はないですからね、普通列車と急行の乗り継ぎになるのかなっていうことなんで、まあこれでとりあえず大阪メトロの企画のね、続きを取るのかな、考えてない、とりあえずこれ乗るかってのしかまだ今決まってないですよね。まあそんな感じでやっていきたいと思うんで、早速ね、塩浜から乗って行ってみたいと思いますよ。まあつっても多分普通列車なんで道中映しませんのでね、多分延々と、もう次は下手すりゃ伊勢中川にポンと着いたところからね、始めてると思いますけど、とりあえず、でもこれね、2日間3000円はありがたいですね。結局3日間4500円って言われても、なかなか3連休でね、使えるってことがないですから、特に私の仕事の兼ね合いだとね、そういった3連休が基本ないんで、月曜祝日とかないですからね。あ、そう、島津辺村も気になるんだけどね。そう、ってことで、一時期はこの辺りに貼ってあった島津辺村のやつが本当に全部うんこちゃんでしたからね。なかなかあれは良かったけどな。さあ、ということでね、早速、5時15分発、伊勢中川行きは、でも意外と乗ってる人いるっすね。1車両に1両1人ぐらい、あ、2人ぐらい乗ってる感じかな。この後どうなのか、多分道中はもう回しないと思うんで、多分急に伊勢中川に行くと思いますけど、とりあえず大阪まで着くのはね、ここで、メインディッシュじゃないんでね、あくまでも大阪メトロの旅の企画のやつですからね。前菜にすらなってないのか、これデイ2弾やから、うん、まあそんな感じでね、とりあえずどうしようかなと、帰りのことはもう何も考えてないですよ、まだ、この当日中に帰るのか、一応プラン、一応当日中帰るのは終電何時ぐらいまでかは見てありますけど、そんなところかな、とりあえずやっていきたいと思います。座ってここはよいしょ、乗ってこ、自分の車両はまだ誰も乗ってないですし。